はい、ウイレでサッカーマンが再現してみた動画ですが、今回作品ごと縛りということで、はい、ブルーロック対ホイッスルやっていきたいと思います。はい、この2つちょっと再現してみました。ブルーロックの方はまあね、流行りに乗ったっていうのが見えでしょうけど、ホイッスルの方はもう、いやでもどっちも読んでるんですよ、もちろん。ホイッスルの方は個人的には思い出の漫画なんで、ちょっとね、ブルーロック再現したいな。対戦でもどうしようかなと思った時に、ちょっと思い出の、自分個人的な思い出の漫画のホイッスルの方を選ばせていただきました。はい、他にも再現してほしい、はい、あったら、作品あったら、はい、コメントお願いします。はい、ブルーロックの方は、はい、アンダー20日本代表戦のメンバーを参考にしております。そしてホイッスルの方は最終巻の最後の方に載っているアンダー19日本代表ね、風松、本編では中学生なんですけど、はい、成長した風祭りたちが、あの風祭りを2回間でもうた、あの日本代表に選ばれた時のメンバーということで、はい、てなわけでキックオフ。ちょっとホイッスルの方はね、ちょっとメンバー見ただけじゃフォーメーションが分からなかったんで、ちょっとね、個人的に考えてというか、メンバー見て無理やり組んでみました。はい、フォーメーションでちょっといびつなフォーメーションですけどってところで、はい、リンからちょっとチャンスなりそうやけど、おー、PK ない。さあ藤代、右ウィングに藤代っていう、ここが俺自分の中で一番違和感やねんけどな。でもスピードもあるしテクニックもあるしっていうので、できんことはないと思うねんけどな。おっと、風祭り通らず水野から桜上水の三人衆、あ、しげ、あ、しげいいよ、藤代届くか、お、届いたね、うん、お、しげから、おお、ガガ丸よ止めたな。シュート、もう一回、うん、もう一回いいね。あ、でもまたホイッスルのチャンス、ホイッスルのチャンス、大事なことで2回言ったシュート、ー入ったー先制、まさかのホイッスル、風祭り主人公、ちょっと主人公らしいところを見せたんじゃないか似てねえな顔死ぬほど、いや無理やって、ガガ丸はいや、うん、ブルーロックの顔はちょっと勘弁してくれ、ちょっと見逃してくれ。いや、でも藤代ここね、ニア入ってしっかり、いやー、シュートうまいこと決めたね。うん、これはちょっとね取れないな。いやー、風祭り好きなんよ、うん、お兄ちゃんホストでねそのイメージしかないけど、うん、さあ後半ちゃうわ、リスタート。ブルーロックの方がどう攻めるか、もうこの時点こんなにパス回さんけどなさあ雪宮2人相手して、うん、なぎから、あー、リターン、ちょっと惜しかったな。おー、でももう一回雪宮、糸しりんシュートはちょっと弾かれた、うん、おー、でもキープするね。あ、出たな。若な地味やけど、なんか優遇されてるよな。角とか、角栄子とか、あれ、真田和馬よりも、やっぱり何故か若なよな。うん。おー、もう一回風祭りシュート。あ、カラス。カラスとか絶対フォワードのあれじゃないけどな、フォワード向き能力じゃないけど、いや、活かせる子は活かせるやろうけど、ガガ丸もまあキーパー向きすぎやろうとか、ニコとかな、予測力というか、あれ予測力やったよね、ニコって視野というか、うん、さあ潔いちゃうわ、糸しりんから、忍者頑張れ忍者うん、さあ風祭りから、あ、しげじゃねえ、若菜かい
ん、お、なんかすごい体勢で言ったけど、おお、潔から、あー、通らんな、ナイス飛び出し渋沢、さすが。こういう風にロースコアのゲームが続いていくのかしら。あー、キーパー出ないか、シュート、おー、ナイスキャッチ。おそんなとんでもパスある、結構回収できてんな。ブルーロックのさ、アンダーに、まあ、アニメでやってないからあれやけど、マジで試合展開単性やったよ、ね、ほとんどの漫画そうかもしれんけど、なんか単性感あるなっていう。お、いいよ、お、取る、投げ、お、アレスディエンス、素晴らしい。もう一回ブルーロック、さあ、イトシリン、おー、逆ついたけど、いやー、今のよう止めたな。スリーバックに対して、スリートップに対してスリーバックやからな、マジでただのマンツーマンになる可能性あるけど。そうなるとシーナ対あれリン、イトシリンはまあまあのミスマッチやと思うけど、シーナとはいえ、後にマラが行くからな、シーナ。おー、イースらしいやったけど、おー、キーパー出た。しかも、ちゃんと藤代につなげようとしたけど。うん、お、取る、シュート、いやーな、好き。結構見どころ多いな、でも。さあ、つないで。あれやな。シーナ、翼もお嬢と呼ばれてるし、ちぎりもお嬢と言われてるから、お嬢二人おるな。この試合、このチーム。お嬢対決。全然ポジションちゃうけど。右サイドバックとセンターバックやけど。あー、シーナのキャプテンマークの感じいいな。どっちも4番や。ほんで。今気づいた。お嬢どっちも4番や。おー、でも。互角っちゃ互角やな、シュート数。まあ、ホイッスルの方がシュート数は多いけど。まあ、後半行きましょうか。はい。後半キックオフ。うん。さあ、風祭りから。一回下げて。うん。菅間。藤代。うん。菅間、関東選抜っていう情報しか覚えてない、マリノスジュニアユースと。さあ、ちぎり、あんまりジュニアユースのやつ出てこん。まああれか、核とかはそうやけど、どっかのジュニアユースやったけど忘れたな、チームの。さあ、ちぎり抜け出して、おお、一回戻して、おお、ナギ、ナギ、おお、アウトサイド、こっから、おお、奪ったね。さあ、潔、うん、なぎ、おお、雪宮、雪宮シュート、お前が決めるんかい。ええけど、結構好きやから、雪宮視力がね、視力悪いっていうもう設定やのに、ウイレのあれ上、何、使用上メガネかけれないっていう。いや、これはね、シュートの平松の時も同じジレンマを味わったからね、俺は。ナイスシュート。でも、ナギ、リン、リン、こんなところで絶対パス出さへんけどな。絶対パス出さんもんな、絶対打つよな、リン。で、決めるよな、ほんまは。いや、でも、決めたからナイスシュートということにしときましょう。いやー、雪村のサングラスのあれあったらな、サングラスというかあれ、なんていうかわからんけど、エフェクト。目の病気かなんかやったよな。さあ、藤代。おお、仕掛けるね。藤代がドリブラーみたいになってる。おお、シュート、
うん。あ、すらして、これはいい。ああ、惜しいね。椎名よく守った、お嬢。うん。でもサッカー漫画のお嬢といえば、やっぱ椎名翼やねんな、初代は。俺の中で。まだお嬢話してるけど。ああ、バチラ。おお、バチラから、これ通るんじゃん。ああ、キーパー。やっぱウィレの使用上サイドバックがなかなかな、漫画みたいな、漫画の時みたいな動きはできひんな。さあ、ナギ、ナギー、これはナイスショット。顔は似てないと思います。雰囲気な、雰囲気、雰囲気で見て、雰囲気で視野誤入してみて頼むから視野誤入してみてくれ。さあ、あー、ちぎりとこれはどっちか知り合い勝ったかわからんな判断しにくい。うん。さあ、愛しりん、あー、椎名翼からの若菜、若菜が運んで、さ、佐藤に預ける、佐藤しげき。あ、でもちぎり勝ったね。さあ、忍者、忍者、忍者奪われるけど、奪い返すけど、お、奪い返した、シュート、なぎ、おお、渋沢止めた。おお、いいディフェンスやったね。さあ、愛しりん、おー、取った、よいちよいちなんか言ったことないのに潔シュート。いやー、渋沢、渋沢神、渋沢もなんか漫画の時も決められる気せんかったもんな、あれ読んでて。まあ、キャプテン翼の若林くん読んで見てるみたいな。いや、うん、そこまでちゃうやろって言われるかもしれんけど、安心感っていう意味だよね。これは何のリプレイよ何のリプレイよ。シュート10本打ってんな、でもブルーロックの方。さあ、シゲ、いや、俺シゲがサッカー漫画で一番好きやねんな、キャラでは言ったらマジで。おー、でもちぎり奪う。さあ、忍者、ちぎりオーバーラップするけど徒競走みたいになってる。おー、取る、シュート、うーん、 MVP 渋沢あるぞこれ今ののは際どいシュートではなかったけど、でもサッカー漫画の安定感あるキーパー怪我させられがちっていうねあるよな。うん、いや、ホイッスルのキーパーでってやっぱフワとかも好きやけどな、あの逆立ちで止めるシーンとか、火鉢優先のあれはちょっと笑ったもんな、オフサイド。いや、俺シゲの好きなシーンで言うと、ちょっとホイッスルの話ばっかになって悪いけど、まあいいよなみんな好きやろホイッスル。あれなんですよ、やっぱり地区大会の準決勝のシーン、あの PK のシーンでさ、雨の中の試合の、あのシゲが PK 決めた後の喜び方って言ったら、シゲ決めるシゲ、いや、あのガッツポーズ好きなんですよの話してたら、シゲ決めた。おお、ぽっかり開いたね今間、素晴らしかったな。ナイッシュ、勝ち越しをホイッスル。いや、いいね、風祭りとシゲが決めるっていう。うん、いやー、これナイスパスやな。誰、若菜、水野やったら嬉しいけど、分からんな、どっちかどっちが今あれやったんやろ。ちょっとあれで見ていい、あの、そう、このリプレイで
ちょっとこれで分かるはずやから。ここで受けたのが水野であれ、水野から重谷でした。ああよかったよかった、なんか嬉しいわ。水野から重谷いいね。タツボンの家出シーン好きやけどな。あれお母さんと会ってたかなんかやったの。いや水野のヒステリックな感じ好きやったけどな、なんか中学生のリアルって感じで。お、なぎ、おーなんかいいパス、おもろい。お、ターンして、お、シュートー。いやーマジでブルーロックの方がシュート打ってねんけどな。カラス、おーいい雪玉、おっこっ、忍者、あ、拾うのは忍者、拾って忍者からさあ、うん、シュート、さすがにやな。お、イサキが前向いて拾ってパス、忍者、イサキ、お、ナギ、ナギシュートナギ外しすぎ問題いやー決まっててもおかしないけどな。あーでももう終わりそうやね。うん、あれちょちょ、それやらかしたな、それやらかしたな。忍者、忍者、忍者抜いて、忍者、忍者シュート、忍者入らねー、全員脱落ですからこれブロックいやーめっちゃ喧嘩してる後ろでめっちゃ喧嘩してる。シュート14本、あーホイッスルも結構全部枠内やってるな。セーブ8、ホイッスルの方8セーブですかね。渋沢、おお渋沢 MVP まあ取るやろなこれは。はい、てなわけで、はい、またね、こんな感じで作品ごとの再現もねやっていきたいと思うんで、ちょっと選手の情報だったりとか、やってほしい作品などが あれば、あの再現してほしい作品などあれば、はい、コメントいただけるとありがたいです。てなわけでブルーロック対ホイッスルはこんな感じで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。柏店でした。ご視聴ありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録の方よろしくお願いします。ニコニコ動画のアカウントのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。